した曲は、モンキーさんのデイドリームビリーバーという曲です。はい、そうですね、僕たちこの曲結構馴染みがありまして、僕たち早稲田大学アカペラサークルチョコクランチに所属しているんですけれども、はい、普段早稲田大学もうここから歩いて15分とかかなの学生会館っていうところで活動してるんですけど、そこにセブンイレブンがありましてね、そこでこのモンキーさんバージョンじゃない今の清志郎さんバージョンのデイドリームビリーバーが流れていて、なんかやりたいよねってなったのが、いい曲だね、いい曲だねってなったんだよね。そういう感じでやっておりますけどね。私たちは2年前のサークルに入会をしてスター版で組んだメンバーで、今年で3年目そうですね、丸2年、はい、誰も抜けずに、そうなんかが細々と最初に組んだもんね、はい、結構仲良しなので、去年の9月に山梨とかに旅行に行きましたね、はいはい、なんか旅行のエピソードありますか？旅行のエピソードですか。やっぱ今スタバンっていう紹介を受けたんですけど、同期結構男の子が少なくて、やっぱ僕こういう形で4人の、その女性の中で僕一人が男っていうあれがあるので、やっぱそば打ちとかいろいろしたんですけど、温泉とか行ったんですね。温泉とか行くとやっぱり僕せっかく5人で旅行行ってるのに、なんか僕だけやっぱ一人でお風呂に入ることになる、なんかでもいいなっていうありますね。僕も入りたいなとか、なんかお揃いのイヤリングとかもね、誕生日とイヤリング、ピアスかとかも買ったりするんですけど、なんかいや僕もつけたいって言ってるんですけど、なんか買ってくれないというか、僕がつけさせてくれないというか、割り勘の中のお金に入ってたのに、僕はなんかお金だけ縛られるというそう、マジで僕も仲間に入れて、楽しかったですね。次に歌う曲なんですけど、私たちさっき山梨に行ったって言ったんですけど、
その普段活動している高田馬場とか早稲田とかとは比べて緑が多い土地に行ってきまして、南アルプスよね、南アルプスの天然水とか飲んで工場を浄化されて工場に行きましたね、このまま歌いてーってなってそこでクロストゥーユーっていう時に歌う曲を動画撮ったりしました。そうね、ツイッターもあるんでぜひチェックしてください。では次歌うのはクロスというという曲です。聴いてください、はい、そうですね、小鳥のさえずる音とかね、それ意識きっと想像しながら聴いていただけると嬉しいです。はい、ニーゲルさんが歌っておりました、チェンジザワールドって曲なんですけども、
高ぶりしてしまう。そうですね。でもね、ちょっと DJ さんたちはあのパーカスがいて、うん、その男性リードということ で私たちは合成でパーカスなしで女性リードということ で、その違いをね楽しんでいただけたらなと思います。はい、はいはい、この曲どういう曲かっていうのもそうですね。じゃあ、広島解説をお願いします。この曲どういう曲かっていうと、あのチェンジザワールドって言って、皆さんちょっとどういうあの状況を思い浮かべるかわかんないんですけど、なんか別になんか自己啓発的な、世界を変えてやろうみたいな感じじゃなくて、あのこれっていうのはあの結構男の人がその相手の女の人に対してあなたの世界を変えるっていうその愛情表現なんですね。すごい、すごいキザな感じじゃないですか。なんであの皆さんこの僕たちのチェンジザワールドを聞くときは、そのちょっとロマンチックなその恋愛模様っていうのを想像してもらいながら聞いてもらえたら、はい、ぜひ情感豊かに聞けるかなと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。Change the world, baby. If I could change the world.